ひなつば、作者不明。たとえ家柄が良くなくっても、我が子のことは品のある子、育ちのいい子と言われたい。親がそう願うのは、いつの時代も同じようで。ある日のこと、植木屋の男が仕事から家に帰ってきましたが、なぜか元気がありません。心配したおかみさんが訳を尋ねると、出入り先の武家屋敷であった出来事を話し始めました。実はなあ、お屋敷で松の木に登って仕事をしていると、三太夫さんがいらしてよ、今ここへ若様がおいでになるから降りてくれってんだ。で、下へ降りて生垣のそばにしゃがんでいると、羽織はかま姿の若様がやってきて、誰かが落とした穴あき線を拾い、しばらくじっと見た後、にっこり笑って駆け出していったというのです。どの子でも銭を拾いやうれしいんだなぁと思ってたら、三太夫さんに聞いてたんだよ。かようなものを拾うたが、これは一体なんじゃってな。え？お足を知らないのかい？おう、それからよ、丸くて真ん中に四角い穴が開いていて、字が書いてあったって。裏に波が彫ってあるところを見ると、お雛様の刀の唾ではないか。って、若様はそう言ったんだ。品がいいだろう？三太夫さんが、不浄なものでございますから、お取り捨てを願います。と言うと、若様は銭をポーンと掘り出して、後も見ないで遊んでいたのでした。途端に思い出したのは、うちのガキだよ。お足くれってばかり言ってやがる。聞けば、若様は八つで、うちのガキと同い年だって言うじゃねえか。もう、あいつにお足をやっちゃいけねえ。いいな。そこへ、出入り先のご隠居さんが訪ねてきて、植木屋と話していると、こんなものを拾った、と歌いながら、せがれが帰ってきました。おとっつぁん、これなに？丸くて、真ん中に四角い穴が開いていて、字が書いてあって、裏に波が彫ってあるんだよ。おひな様の刀の唾かな？このセリフを聞いたご隠居さんは、びっくり仰天。お前さんとこの子は、お足を知らないのかい？植木屋は、思いがけない展開にうろたえましたが、ついつい見栄を張って答えました。へっへっへえ、野郎知らねえんですよ。いやー、恐れ入ったねえ。こう言っちゃ失礼だが、宇治より育ちとは、このことだな。感心されて得意になった植木屋が、そんな不浄なものは売っちまいな、とせがれに言うと、やだい、これで焼き芋買って食うんだい。おしまい。補足。江戸時代、銭を貯め込むことは卑しいことだとされていました。植木屋の子は銭と知ってて大人をからかおうとしたのです。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。